集え格ゲー漫画を世に放つ獣たち、ハイスコアガール VS 梅原アーケードゲーム漫画対抗戦開戦します。台本皆さんこんばんは。こんばんは、こんにちは、本日メイン MC を務めさせていただきます、ミカドの店長のゲラトマツ、よろしくお願いします。というわけで、ミカド高田馬場ゲーセンミカドより生放送でお届けしておりますけれども、店内はすでに多くの来場者の皆さんで盛り上がっております。盛り上がってるかー、ということでね、今からでも遅くない、よかったらこの場、空気を楽しみたい方はぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。というわけで準備はよろしいでしょうか。本日の主役、お二人をお呼びいたしましょう。漫画ハイスコアガールの作者、押切れんすけ出てこい、はい、そしてプロゲーマー梅原大吾出てこい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで、本日は出演ありがとうございます。とりあえず、押切先生と梅原さんといいますと、片や漫画家、片やプレイヤーとして業界に欠かせないお二人でしたが、はい、面識はあるんでしょうか。一応何度かはお会いしたことはあるんですけど、はい、一回もゲーム一緒にやったことはないんで。ああ、そうです。楽しみにしてます、はい。マジですか。はい、なんか3年前、うん、配信で共演した件に触れろって書いてあるんですけど、ここちょっと触れていただいていいですか。ああ、あんま記憶にないですね。3年前ぐらいでしたっけ。あ、そう、だいたいそれぐらいだと思いますね。R の部屋ですよね。あれが初めてお会いした、ね。初めてで、そうですね。あ、なるほどね。うん、でまあ今日のイベントはですね、スクエアニックスさんから刊行されているハイスコアガールと、角川さんから刊行されている梅原さんのファイティングゲーマーズ、この2作品の、出版社垣根を越えたドリームマッチイベントという感じなんですけど、はいはいはい、お二人はお互いの作品をご存知。はい、もちろん見てます。熟読してます。熟読熟読勢ということでありがとうございます、はい、というわけで梅原さん、早速なんですが大会の今日の企画の趣旨について教えていただけますでしょうかということなんですけど。企画の趣旨ですか。はい、なんか、ね、これ無茶ぶりですかね。まあ、見たまんま見たまんまです、ね。まあ、両方のコミックスが同じような発売日と。そうですね。あ、そうかそうか、発売日が一緒ですよね。そうですよね。はい、なので一緒になんかやろうというのが趣旨です。わかりました。どうですか、意気込み的な。意気込み的な話ですか。はい、いや、どうなんだろう。まあ、お互いの単行本がいかに売れるかっていう宣伝も兼ねたイベントだと思うので、はい、まあ、いろいろ媚びていこうと思います。はい、というわけでね、押切、はい、先生も気合十分ということで、はい、本日はハイスコアガール梅原ファイティングゲーマーズ両作品の石をかけたガチンコバトルをじゃあお届けさせていただきたいかなと思っておりますけど、機種に関して、対戦する種目、ストリートファイター 2X、ヴァンパイアハンターといった作品になるらしいんですが、はい、押切さん、梅原さん、自信のほどはどうでしょうか。自信の方ですか、この梅原さんを前にして。梅原さん前にして、X とハンターなんですけど。でもこれで優勝しましたよ。まあそうですけど、まあ僕、一発の漫画家なんでね、プロゲーマーの前でいかにこう食い下がれることができるか、ちょっと心配ですけど。梅原さん、最近ハンターとか X もやってますか。いや、最近は全然やってないですけど、でもやっぱ体が覚えてますね。昔散々やってたんで。散々やってますからね。はい、僕は未だにやってます。あ、未だに、はい、未だにか、それと昔散々やったからどっちが勝つかというところなんですけどね。ありがとうございます。こちらの対戦でお二人はログの大将として参加して、いただくというような流れになっております。本日はチーム対抗戦となってますので、それぞれ超強力な助っ人、押切チーム、梅原チームと呼んでいるらしいので、じゃあ呼んでいただきたいかなと。コメント開いて書いてあるんですけど、まあ、大丈夫ですか。大丈夫ですか。というわけで、こちらの方々にも参加していただきます。チームハイスカーガール軍、灰谷さん、ゆかどんさん、チーム梅原軍、大貫さん、川村さんです。どうぞ。いやー、豪華な豪華な豪華豪華豪華です、ね。押切さんのチームと梅原さんのチームということでね、はい、顔ぶれになっております。早速ですけれども、登場していただいた皆さんに本日の意気込みと、各チーム背負ってらっしゃる漫画への作品愛をコメントしていただきたいかなと思います。じゃあ、灰谷さん、ゆかどんさん、大貫さんの順番ということで、灰谷さんにじゃあお願いします。そうですね、ハイスコアガール1巻からずっと読ませていただいてるんですけど、最近1995年の、ヴァンパイアハンターだとか、KF95 っていう作品が出てきて、ちょうど僕がそのアーケードゲームに初めて触ったぐらいのゲームが出てきて、ますますこれから僕にとって面白くなるので、これからも楽しく読ませていただきたいなと思ってます。はい、で今日はまあ
春男のようにちょっと童心に帰って楽しんでできたらいいなと思います。よろしくお願いします。呼んでる、はい、谷さんでした。じゃあゆかどんさんお願いします。ゆかどんです。はい、ハイスコアガール、僕も読ませていただいてます。はい、僕はゲームセンターには行ってなかったので、そのスパ2とかのゲームに馴染みはなかったんですけれど、まあ、ハイスコアガールを見てゲームセンターとはこういうものだったんだなっていうのが伝わってきて、でラブコメもかなり、僕はちょっとラブコメをメインで見てまして、で、日高小春さん、うん、恋もゲームも応援しております。よろしくお願いします。いやゆかどんさんでした。じゃあ大貫さんお願いします。はい、大貫です。よろしくお願いします。今日チーム梅原ということでね、僕はあの漫画の1巻と2巻の方に出演させていただいて、うん、あの腹黒いところをね、すべて梅原に作られ楽しく読んでいただいてると思うんですけど、今もまたね、俺に年季を見せてやるって言って、その年季、梅原のすごいところをずっと見させられて、早く帰ってこいっていうところで、いつかまた帰ってきてほしいなと思いながら読み続けてます。これからもよろしくお願いします。今日はですね、X とハンターをやるってことで、まあちょっと軽くひねやろうと思います。よろしくお願いします。じゃあ最後、川村さんお願いします。どうも、河村です。よろしくお願いします。なんか漫画の中めちゃめちゃディスられまくってんで、まあ正直イラッときてるんですけど、まあ今日 X とハンターということで、まあ両方とも、結構やったゲームなんで頑張りたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけでございましてですね、今日はこの、押切さんの方が、灰谷さん、ゆかどんさん、はい、梅原さんの方が、大貫さん、河村さんというような 3-on-3 みたいなチーム戦になっております。押切先生、灰谷さんとゆかどんさんという現役で活躍されているプロゲーマーを集されたんですけれども、そうです、ね、今日はガチに勝ちに来た感じですかね。そうです。最初はあの梅原さんと漫画家さんと編集者が来ると思ってたんですけど、はいはいはい、だからまあちょっとあの奇襲をかけてやろうと思って、あのプロゲーマーの灰谷さんとゆかどんさんを呼んだんですけれども、まさかこの2人がね、梅原さんチームに来るとは思わなかったんで、僕秋葉のゲームセンターで川村さんよくお見かけして、1回も勝ったことないです。ない、すごいそうですよね。いや、梅原さんの方もじゃあ結構ガチなそうですね、チームで、はい、分かりました。というわけでありがとうございます。どうなんですかね、なんかどちらのチームが勝つかというこのアンケートを、なんかこう募集するみたいなんですけど、勝利すると思いますかということで出せますかね。チームハイスコアガール、そしてチーム上原、はい、これですかね。はい、はい、あ、出ましたね、出ましたね。いや、これちょっと皆さん、あのアンケートをお答えしていただけると嬉しいんですけど、どうでしょうかということなんでね、うんうんうん、期待を込めて1位ありがとうございます。梅原だろうなと、ハンターだからな、抜きさん寒そう。あなるほど、はい、そんなことはないですよね。あ、はい、まあ、そんな感じで、はい、まあ、どちらが勝つか、皆さんでアンケート答えていただくような形になりますけれども、ね、はい、それでは、ありがとうございます。対抗戦に移っていきたいと思います。最初の大光線の記者はこちら、スーパーストリートワーダッツ X。 大丈夫ですか。はい、じゃあ今日のルールなんですけどね、今画面見ていただいている方、三崎団体戦ルール、先方中堅戦は1ポイント、対象戦は2ポイント、まあ、ポイント戦になってますけれどもね、最終戦消化時点でポイント同数の場合は、各チーム選手による代表プレイヤー同士による三崎によりエキストララウンドを実施、同チーム内は、必ず別キャラクターを、チーム内で、別キャラを使用するということですね。あ、バルログと合気は、なんで禁止なの。青パンはいいんですね。青パンはいい、はい、じゃ あバルログと合気はすいません、申し訳ないですけど、ダメだと。あ、ということでね。なるほど、大丈夫ですかね。はい、いいルールですね。非常にとてもシンプルなルールと。では、あの両チーム先方どなたを出すかを協議してくださいということなんですけども、はい、了解です。どうしましょう。どうしましょう。どうしましょう。まあね。まあそうなんでしょう。まあね。じゃんけん、はい、はい、どっちどっち、ああ、こちら河村くんが行きます。じゃあ上原チーム河村選手、はい、先方、そして押切チームは、灰谷さんですね。灰谷さん、
わ、すげえ。これはすごいことになると思いますよ。見たい。今見れるんですけど見たいっていうぐらいの熱い戦いになっておりますけどね、はい。じゃあそれでは一応話を触れることなので、川村さん、使用キャラクターと意気込みをじゃあ一言いただいてみて。主要キャラは、まあ、ガイル使います、まあまあ、めちゃめちゃ頑張りますとしか言えないですね。なるほど、じゃあハイタイさんにも聞きたいかなと。主要キャラと意気込みを。主要キャラはっていう青パンのキャラは分かんない。うまそう、分かんない。レスケンカで秘策で一応キャラ書いていいですか。あ、そうですね、まあ、リュウとテンを多分使おうかな。なるほど、思います。分かりました。じゃあね、こんな2人の、まず、まあ、あの夢のカードが、早速実現というところで、ところでね、それでは格ゲー漫画対抗戦第1試合、川村対ハイタに行ってみましょう。じゃんけんしてワンピースに決めてください。よろしくお願いします。じゃあこっち側にいればいいですか。はい、あ、そういうことかもしれないですね。どうなんだろう。右側が、右側が、次何を使う。川村さん。いやでも一個ずつしかないから。ジャンピーは何だったの。使えばいいんだろうな。好きなキャラ。大丈夫。最初です。大丈夫です。同じ人だけど。じゃあ、おお、嘘が来たの、嘘が来たの、いきなり、いきなりさっき龍拳って言ってたから。龍拳、どこが龍拳バイソンですね。エクスン知らない方ね、はい、俺の説明ちょっとバイソン強気やろということなんで、入ったりバイソン、すごいですね、やり込んだ。いや、頑張ってほしい。やり込んできてるやり込んできてるぞ。飛び込んで、投げる。さあ、一旦蹴る。危ない危ない。ソニック、ソニック、ソニックムーブ。いやー、さすがハイタニさんですね。ハイタニやってた。たまったらぶっ飛ばしてればね、あのバイト強いんで。あー、やばいやばいやばい。なんで小キック飛んだの今。なんで小キック飛んだの。強い人。強いんでね。いや、頼もしいですね。ハイタニさん、カッポンの上もうまいですからね。なんだかんだいいんで。さあ、ダーツストレート、グランドストレート、中足で怒る、カムラ。カムラさんもすげえ強かったよ。秋葉のセガでね、もう本当に誰も勝てないっていうプレイヤーでしたけど。さあ、ソニックでピヨテ、はいはいはい、1-1。いや、それは期待してない、大丈夫。そういうゲームじゃないから、大丈夫。さあ、ハイタニ、今日は強気なバイソンを使って、まさかのバイソンやり込んでた。さあ、河村選手、2ラウンド目、なんとか3本目につないでいく。ピッチに体力削って、グランドストレート、ソニックで追っ払って体力リード。ラッシュストレート。危ない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 。話がね、話が危ない。こういうガエルには、いやー硬い。危ない危ない危ない。ソニックで夢破り。これは勝利確定か。危ないよ。危ないよ。行きましょう。なるほど。相当相手のミスで助かってるから。5回ぐらい勝ってやってる。さあ、というわけで、相手キャラ変えるのか。どうなんだ。あーっと、宣言通り行くのか。いや、バイトとか選んでいる。あー、理由だった、宣言通り。これは勝ちました。こっからが本領発火。チームの仕切り選手、ハイスコーガル。いや、まずそれを警戒すべきだろ。さあ、画面走る。おい、なんでソニックって巻いてる。垂直ジャンプだよ。攻めがね、攻めがね、ソニックっぽいね。ソニック、ダメから逃げる。足から飛び込んで、投げが通る。しかしここはしっかり受け身。さあ、おとりはゲームで放っている。飛び込むのが映らない状況だよ。はい、ここはゲームで放出。さあ、体力で準備すると、やばいよ。あ、なんでしょうか。なんでなんでソニック打たれるの。何だよ今の翔さん。いや、そうですね。なんで翔さんなんだよ。いや、もう爪入っていきますね。やり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 や
ここは河村選手なんとか取り返したいところ。さあタイルフリーだ河村、はい、ジャンプダイキック、これで 1-1。 そうですね、上原さんと大根くんのガヤがガチで面白いですね。賑やかですね。さあ富徳の試合、昔のゲームだから減るんだよな、こういうのもな。さあダイパー、裏剣が刺さる。さあハイタリー、タイルフリード、この波動剣と鳥かごに持っていきたいところ。中足竜巻抜ける。さあ沖攻め、ここは様子見、真空はっぱなしてファイヤードが刺さる。あー、ハイタリー取り返す。最初からリードが良かったと今大貫選手からねすごいなんかアドバイスを出ます。これで分からない。河村さんもここでガイルを選択してくれさあ竜巻ダウン奪う、投げる。さあ入ったり、最初から竜使えと大貫さんが言ってましたけど、非常に竜に変えてから動きがいい。大竜巻がいい。中足アド剣、ジリジリタイルを削って真空アド削っていく。もう入ったりさん、あれだね、削り目的で真空使う感じだね。さあ河村、あっ、グー投げからの勝利。いや、だんだんなんかあの大貫さんが、大貫さんと上原さんが温まってる感じがね、温まってる感じがいいですね。何やってんだよみたいなね。そうで、地元のゲーセン館ですよね。もう企業対抗戦になるので、どこを空させるかということで、温まってる両者。さあ、これでしかし、おー、すげー、河村、ゼロドットからの、ゼロドットか。あー、勝者、ハイタリー押し切りレスケチーム。いやー、さすが、素晴らしい。まあでも、この2人が多分勝つから。じゃあ、じゃあ2試合目、じゃあ大貫選手対ユカノ選手、お願いします。よろしくお願いします。いやー、チーム、ハイスコアガール、ユカノ、そしてチーム、梅原ファイティングゲーバーズ。大貫ヒットかな。あ、なるほどね、なるほど。じゃあ、応援よろしくお願いします。じゃあ、第2試合、始めてくれ。ワンピーガワ、ユーカド。何してるの。上原、大貫。じゃあ、試合の方お願いします。大貫選手はいつもの準備、ユーカド選手が剣となっておりますけれどもね。いやー、大貫選手もね、02の全国大会ね、ゲームスワイ優勝している大貫くん、まあ、愛機チュンリーというような感じでしょうかね。順番順番中足うめえやってねえとかねえだろ。さあ大貫一本取ったぞ。さあ波動拳、波動拳、ユーカド返していく。新鋭プロゲーム、ユーカド、ゲームセンターの文化のようなね、後追いで知ってその強さ。さあ今日は剣を使って大貫選手を破ることができるか。さあここは中足追っ払っていく。大貫波動拳放っていく。いい勝負、体力を。うわー、鮮烈、うめえな、さすがプロ。ちょっと大貫まず一本選手やってないとか、なんかなプロゲーマーとかないね。真下だったら大丈夫、やってなくてもないんだよね。さあ色を変えていくゆうかと、緑色の剣、まあ頑張ってほしいね。大貫選手は初期のエボでもね、X で非常に活躍したのは記憶してますけれども、その時ね、アンパン使ったりとかもしましたけど、基本的に大貫さんはこういうジョキャラがよく似合う。さあキック、しゃがんでるところ投げる、ゆうかと、いいですね、スト2らしい立ち回り。元気くん、中足、あの目押しかっこいいな。投げる、大貫強い、投げ減りますな。最後に決めるかな、これさあ、プロゲーマーの皆さんはね、スト5で、今、実際活躍中ではございますけれども、原点に帰ったこのスト 2X、 どのような対戦を見せるのか、大貫選手も非常に強いですね。さあここは勝利をすからせての6攻め、ウスポーク頼むんで戦列逆、強い、高熱勝利。
じゃあ大将戦いきますか。じゃあ頼むよ。押し切れですけ VS 梅原大吾。じゃあ始めてくれ。あれチュリーになっちゃった一旦最後2点ですよね。いや2点です。2点です。ここで勝った方がかしら。これ勝った。わかりました。さあ1-1。わかりました。任せてください。はい、谷が全力でいきます。全力で。そして大貫選手が勝ち、この試合でシール掛けする形になるでしょう。ワンピーガは押し切り連鎖、ツーピーガは梅原大吾。さあ押し切りさんは梅原さん、梅原さん、アパスか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 、絶対アパスか。本気だね。気にしてないから。気にしてないから。気にしてないんで。青パン来た。失礼します。いやでもね、梅原さんが青パン使うとね、やばいですよ。めちゃめちゃ強いですよ。はい、押し切り先生頑張れ。金ちゃんで飛び込んで。いやー、俺さ、エボとかでさ、量産型の青パンを梅原君で倒すの好きだったんだけど、なんと梅原が青パン使ってタイガーから粘るが。タイガー大丈夫か、このゲーム。大丈夫か、このゲーム。サガット面白い。あ、そうだよね。ブランカーでサガット勝つのは非常に厳しいよね。X のサガットでさえ厳しいのに。あと、メロさんが使うのは、S サガ。あどけ、あどけ、投げいく。飛ばし落とす。いやー、先生ある。先生あるよ。何で返すんだ。さあ梅原君か、ガチャチャ、押し切り連助か。さあお互い四隅、金ちゃんキック、アイガー、アイガー、アイガーバカと、ガー見よったか。大丈夫か、まだいける。ジャンプしてダーキック、ガー乗っちゃった。梅原まず一勝。え、いやいや、エキシビションなど強い知らず。押し切り先生、ここでエドモンドにキャラ替え。しかしやってることは梅原君一緒です。あ、違うか、コンピューターさあ同じやつで、同じでいきますか、ブランカでいきますか。はい、さあブランカ頑張れ。ターボからのブランカを選ぶ押し切り先生。いや、ブランカきついね、サガットにね。どうすんだろうね、これね。さあ、タイガー、タイガー。いやー、中足からタイガーに。おお、元気。電気か、飛び込んだか。何それ、どこに当たってんだよ、それきつい。梅原選手がタイガーを離していくだけ。さあ、ここは距離を取る。飛び道具、ダイヤ縛らい。出るね。出る、出る前だ。いいね。そうだね。梅原選手も X3 ゲーズだと思うね。そんなうまい梅原君が S サガ使ったらどうなっちゃうんだよって話で。さあ、頑張れ押し切りですけど、もう6割減ってる。思い出した。今思い出したか。そうか。あどけ、あどけ。いいよ。飛んでローキック、ローリング、先生相打ちを決断だ。いや、梅原本当にチーム梅原ファイティングゲーマーズ一勝。いや、しょうがない。とりあえず一勝。いやすごい、なんか熱かったですね。梅原さん、どうですか、押し切り先生のチームと戦って一言いただいてよろしいでしょうか。まあ、スト2は多分かなり有利だったんで、とりあえずここは絶対勝ちたいな。はい、スト2に関しては有利と。じゃあ、押し切り先生、梅原チームと戦ってどうですか。いやー、まあ、この2人はまあともかくね、僕はもう赤ちゃんに対して往復ビンタをかまされた感じになりますよ、ね。梅原さんにちょっと1本取ったの、ちょっと胸熱でした、まあ、ちょっとサービスされたんじゃないのかプロレスカッツ、あれなんですけどね。わかりました、ありがとうございます。では対抗戦1試合目 X、 そして引き続いてビア様お待ちかね、このタイトルヴァンパイアハンターを行いたいと思います。ルール
では、クッソを変わりません。二先団体戦ルールとなっております。使っちゃダメなキャラはいないのか。いないですね。あのどのキャラも使ってない。大丈夫ですね。全キャラいいですね。バルの動き禁止っていう斬新なある斬新ですね。バルの大佐の斬新ですね。大事ですね。そうですね。というわけで押し切り先生、続いてこのヴァンパイアハンターということなんですけど、かなり押し切り先生やり込んで、そうですね、今でもやってるんで、仕上がりはいかがですか。仕上がりはもう結構まあいいとは思うんですけれども、はい、まあでも相手はね、海原チームなんで、はい、ちょっとどうなるかわかんないですけど、で、海原さん、ハンターの対戦ということなんですけど、どんぐらいやってない感じですか。あ、でも、最後にやったのが5年4、5年前ぐらい。あ、4、5年前に最後やってると、はい、ちょっとやったんで、はい、まあまあ動くと思います。なるほど。かなり久しぶりのプレイということでね、本日、このような豪華なメンバーが集まりましたけれども、ヴァンパイアハンターに関して、注目 の、 あの相手チームのプレイヤーといらっしゃいます。例えば、押し切りさんのプレイ見たことないんで、ちょっとあの楽しみではあります。楽しみです。はい、わかりました。じゃあプレイヤーの皆さんに一言ずつ聞いていきたいかな。じゃあハイタニさんからよろしくお願いします。ハンターについてということなんです、うん、はいはい、手逃げ締めて、はい、ステージ3の敵が倒せないとかそういう感じのプレイを楽しんでたゲームだなって言って、はい、なんか久々にできるのが楽しみだなって感じですね。はい、わ、はい、かりました。じゃあ、ゆかどんさん、どうぞいただいてもいいですか。ヴァンパイアハンター、僕はこのゲームセンターの世代ではなかったので、はい、行ってなかったので、家庭用でリセレクションが出たときに、ちょっと興味があって、触ったんですけど、で、まあ、モリガンを使っているんですけど、そのプレーをここで初めて皆さんに見せることができると思うとね、はい、嬉しくて止まりません。はい、わかりました。じゃあ、おむきさん、はい、あの、ヴァンパイアは、僕はあの漫画でも出てるように、あのセイバーの方から本格的にやったんですけど、ハンターも中学時代に結構全国大会に一応ハガキが出したぐらいの地元のゲームセンターでやってたぐらいはあるんで、まあちょっと今日は頑張りたいなと思います。はい、じゃあ最後川村さん。川村さんめちゃめちゃ強かったよね。よくやられます。ハンターは、当時多分一番やったゲームなんで、まあ頑張りたいですね。いや、川村さんめちゃめちゃ強かですけどね。じゃあすいません、ここでアンケートということで、どのプレイヤーが最も活躍すると思いますかということなので、アンケートボン出していただいていいですからね。大丈夫ですか。ああすごい、出たぞ。こんなに押し切りさん、梅原さん、灰谷さん、大貫さん、ゆかどんさん、川村さんとなってますけど、個々のプレイヤーずつなんですね。個々なんですね。チームじゃない、チームではないみたいな、チームではないということで、誰が活躍するか皆さんの、アンケートご協力よろしくお願いしたいかなと思いますけれどもね、大丈夫ですか。いや、川村さんね、ああこんな感じで、おあ、僕が多いですね。押し切り先生がなんか一番ですね。なるほどね、なるほど。これはちょっと頑張っていただければ。いや、プレッシャーですね、はい、本当に。活躍ってでも勝ち抜きじゃないんですよね。そうですね。活躍でしょ。活躍になっちゃうんで、はい。では、対抗戦の方、進めていきたいかと思います。両チーム先方どなたを出すか協議してください。どうする？じゃあ、組み合わせ逆にしますよ。さあ誰を出すのか、チーム梅原、そしてチーム押し切り連続ハイスコアバル。僕は最後。最後で。ああ、違う。違う。なるほど。組み合わせ変えるか変えなかったんですよ。結局梅原さんとしか対決しないっていう感じだと思います。なるほど。いいから。なるほどね。じゃあこちらカメラ君。あーっと先方カメラ、そして。チームハイスカーガールはどっちだ。ゆかどんが行きます。じゃあ先ほどと違う組み合わせでもってね、ゲーム前から気をつけて。はい、じゃあ川村対ゆかどん試合の方お願いします。ワンピッチフィーはどうし、じゃんけんして決めていただいて、はい、はい、いいですかね。お、あ、もちろんもちろん、あ、ワンピッチか、もちろんついてる。アドバイスお願いします。あ、いやいやいや、パイロン、ワンピースタートのツーピースタート全然違うからね。あ、誰ですか。あ、モリガンです。ワンピーゴはいいかと。ワンピーゴはいいかと。では、試合の方お願いします。対抗戦2試合目、種目ワンパイハンター。今のところ梅
梅原チームが取っておりますけれども、さあチームハイスコアガール、ヴァンパイアは得意ということで、なんとか取り返したいところ。ゆかどんモリガン、そしてボボスブ川村、さあビームビーム、そしてミサイル、まるでグラディウスのようにさまざまな装備を持っているこのホース、サイルレーザーオプションと使いこなしていく。さあここはレーザー放っていく、ちょっと見てから対決する、あんまなかった、ジャンプ攻撃から落ち着いてしゃがみダイパー、さあ攻めあぐねていく感じのけど、レーザー放って、まず一本選手川村、これアベンジャーだった、バルキリー、いやーこのゲームね本当に川村さん強かったな、あの秋葉原のねゲームセンターでもうコスコに僕やられた記憶がありますけれども、あの時の動き見せてくれるか、そしてガードキャンセル、飛び道具放って大きい攻め、表だった、でバンソルフィット放っていく、ユカド、いやー厳しいな、いやーまずは河村順当に一本取ったぞ、どうやればいいんですか、あのモリーが本日は二先ルールとなった、さあユカド乱入するんだ、コースはね近づいた方がいいと思う、どん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 近づいて頑張って、やるやるワンチャンある、連続技さえ入ってしまえばワンチャンあるぞ、ユカド頑張れ、さあダッシュ攻撃から中段放っていく、ユカド鉄壁の守り、さあいい大き攻め、立ってたフォコス中段ガードして最後に返る4ヒット、通常技が、繋がっていくね、チェーンコンボというシステムを、ヴァンパイアシリーズは特徴とした歌ゲームになっております、もう見てる感覚がこっちもね、あー勝利いいお返しだ、なんでだよ今舐めたよだんだんヤジがガチになっていく上原チーム、さあ1本取ったぞ、シャドウブレイド EX ヒット技、ゲージを使ってヒット技の威力が上がっていくというね、斬新なシステムを作業しているのはこのヴァンパイアのリストになっていますけれどもね、さあここはギャロップ、ガード構築中にコマンド技を入力することによって、ガードを、キャンセルして、相手に反撃できるというね、システムもこのゲームで追加されました、圧倒ゲームの歴史において非常に重要なこのヴァンパイアハンター、さあ昇竜拳体力リード、ユカドンあるよ、ショーデカ刻んで飛び込んで、さあ距離を取る、商品バランスも破壊されて、飛び道具ソルフィストジャンプ攻撃落として川村勝利、強い、じゃあ2戦目お願いします、さあ大貫対ハイタニ、ワンピーガバーハイタニ、サスカッチツーピーガバー、大貫選手が選ぶのはモリガン、さあここは注目の戦い、ハイタニさんもねやっぱ格闘ゲーム、あのカプコンの格闘ゲーム何やってもうまいっていうことね、さあ脱リング雪だるま、このサスカッチ、ハイタニ選手がどこまで仕上がっているか注目していきたいと、さあストリートファイター能力だけで戦う大貫選手、大貫選手はねセイバーでビシャモンを使った時すごいかっこよかったですね、さあハイタニやり込んでるのか、ダヤシ中段でコピーで返す、さあサスカッチ仕上がっているのか、中段から投げていくダッシュ攻撃、さあ大貫選手、ハンターをやってる大貫選手はなかなかレアな映像かもしれないですね、さあ投げ捨てる、追い打ちから置き攻め、ここはしっかりガード、しかし投げが刺さる、 EX 追い打ちから、いやー入ったりさん落ち着いてますね、さあここはなんとか一生もぎ取りたいところ、チームハイスカーガール、ワンピーガーはハイタニ、ソルフィスト集団全部見えてる、投げ捨てる、まずはハイタニ一生ゴリが大変な色になっちゃう、これ一先だとはなる、さあ2試合目変わらずキャラはモリガ、モールキー、いやー97年のゲームスト、98年かゲームスト愛ね、大貫君と梅原君の、全国大会の決勝戦熱かったですね、胸熱でしたよね、そんな、試合が今日は、梅原さんと大貫君がチームを組んで、チームハイスカーガールと対抗するというような流れになります、ドリームまさにドリームチーム、
しかしここは入ってやり込んでさすが中段からめくってシャドウブレードガーを押してる大パンチ投げ捨て追い打ちからの置き攻めめくりだったが昇竜拳ここは大抜き大抜き粘る粘るソロミソバルキリーターンさすが最後の曲にバルキリーターンがいいさあこれでわからないまず1本取ったと大抜きさあ入ってるチェーンコンボカードキャンセルで割っていくリバーサル投げる体力リード入ったに勝利ガードして飛び込みここも落ち着いて投げる非常にこの入った選手クレバー遊び道具デコピンナイスガードここで 1-1 なんか黙っちゃいますね見てますね3ラウンド目飛んでいいよいやーこの出し声からの連携非常に強いこのサスカッチ強力しゃがみからチェンコンボおーおーやる上位決める裏回って中段からシャドーブレードあるよボルキやつねー何それこれで三崎一一勝利で削るけどやったことありますちょっとぐらいやっぱり大貫選手は強いですねここぞというところだとねやっぱストリートファイター能力非常に高い選手言うても考えてみてくださいサスカッチめちゃめちゃ強いねあのハイタリさんが使ってるんですからねそれに対して一先一戦目様子を見て二戦目しっかり勝って大貫選手このストリートファイター能力は素晴らしいそうですね、さあ3戦目だんだん画面端に追い詰めて体力リード大抜きさあ波動拳追い打ちおおもう完全に分かったかさあ勝利打てないスイープいや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 それで終わりですか最後は最後はさあこのまま勝ってしまうのかそれとも相手にさすがちやはりここは奪っていくのかいやーうまいソルミソ、空中ガード出し攻撃からの中段両者ともに非常に攻めがうまいですねさあガーキャン下手に攻めると昇竜拳が待っているバンパイアハンターさあ出し攻撃からオルキやったのはオルキ素晴らしいすいません、押切さんと上原さんちょっと一言ずつ意気込みをいただいてよろしいですかじゃあ、押切さんから、はい あ、そっちですかそっちですはい、はいはい、じゃあ、ハンター、対象されてることで、はい押切さんちょっとそうですね、はい、梅原の漫画にもハイスコアガールの中でも出てくるゲームなんで、はい、まあ、すごい思い入れがすごい強いんで、はい、今でもやっぱ練習してこの前新人大会で優勝したんで、はい、そうですよねどれだけこう梅原さんに食い下がれるか、はいうん、ちょっと今からでも楽しみです注目はい。じゃあ梅原さんちょっと反対久しぶりだと思うんですけどちょっと意気込みで何でもしますわかりましたじゃあ対抗戦第2試合、大将戦梅原対押切蓮介じゃあお願いしますじゃんけんしてワンピースで決めるんだあそっかあでもまあ、こっちに、ねさあワンピースは押し切りレースで何言ってんのボーボスそしてお梅原パイロンだよこれ見たかったな梅原くんもねすげえ強かったよパイロンで当時まるで少年のような瞳で100人200人惨殺していくあの梅原パイロンが今高田のままで蘇るしかし今だガチで押し切りレースで梅原に食い下がれるか飛び飛びジャンプ撃まず梅原君思い出す前に思い出す前に先生お願いします先生お願いしますあいやいやいやだ出しないと梅原一歩取ったかなり飛ぶコードなんですもうねこのパイロンねめちゃくちゃ強いんだよな嫌になるぐらい強かった梅原パイロンあの伝説のパイロンが今いや俺涙出そうですね蘇った
いやー、押し切り先生頑張って、まさにドリームマッチ、押し切り先生フォーボス VS 梅原パイロン、危ない危ない危ない思い出す前に殺せ、押し切り先生頑張れ、あー総長これ、そうなんですよ、うまかったよねー梅原さん、海道具中段から追い込みたい、梅原に見えた見たこせばる、一旦離れて様子見、サンキューサンキューパイロン、飛んだ中段、なんで立ってんの、素晴らしい動き、さすがプロゲーマー、うわー脱落から追い打ち、ナイスガード、梅原パイロン一戦一勝、弱弱思い出した、弱弱思い出した、何か思い出したと語る梅原さあ、二先だと勝負だ、さあ、押し切れんすけ頑張れホボス、二戦目さあ、ファーストアタック取っていくのはアイスチームハスターガール大将、押し切れんすけ、さあ、おうよダチャンリバーサル大パンチで追い込んでミサイル中段レーザー凍らしていく、このね、空中竜巻が非常に強力、このパイロン、さあ、残空から飛び、タイパン返していく、あー出し攻撃、ゴヒットのチェーン、あーあるよ、先制一発取った、いやー、梅原パイロンから一本取ったぞ、まだわからない、最後まで諦めるな、チームハイスカーガール、大将打ち切りですか、ゲームが上手いからあんな漫画が描けるんだと、ゲーセン勢だからあんなに漫画が面白いんだと、さあ頑張れ、2ラウンド目梅原パイロン、ここは順当に体力奪っていくか、あるよあるよ、あー10枚なんで先生が一歩取り返す、さあ勝負は3戦目、忘れてたよあれ、ワッピー側押し切りレンスケ、ツーピー側梅原迷子、どっちが強いんだ、現役か5年ぶりか、どっちが強いんだ、さあこのね温泉攻撃強いんだよねパイロンね、ここに判定が強い、さあ画面端追い込んで梅原迷子、ここは体力リード、さあ押し切りですけど攻め込みたい、攻めざるを得ない、ザンクザンク、さあ攻撃で近寄る、一旦離れて吉見、さあ EX 技飛ばせての中段、こういうのだこういうの、飛び止めの試合から、あーまだわからない、体力リード逆転、さあお前温泉パンチ、ダッシュ温泉しかねえんだよ、さあダッシュ温泉で一本取ったぞ、やら勝負はまだわからな い, やばい、おっとスカガクいただきます、押し切りレスケは返すか、梅原もすぐさま返していく、いい殴り合い、危ねえ、おーいいですね、ダッシュ攻撃温泉返して近寄るか、飛び道具チェン中段から繋がってない、おーい先生あるよ、先生あれよ、先生お願いします、さすがに来てくれ、どうだ、うめぇー、あー返した、思い出す前に殺せた、いやー梅原パイロン、伝説のパイロン使い梅原に蘇る、そして現役のこの押し切りです、ほんまだほんまだほんまだ、おーやってるやってる、先生ここで梅原倒したらすごいですよ、どうなんだ、飛び道具ダッシュ攻撃で返していく梅原、中段から飛び道具、あー体力リード梅原、飛び道具返した、どっちが勝つんだ、5年ぶりか、どうなんだ、中段ガードして残り39秒、まだ時間はある、先生お願いします、梅原か先生か、どうなんだ、やったな、押し切れんすけ、
あれどうする引き分け、これで今のところポイント的には同率ということなんで、お互いエキストララウンドにじゃあ入りたい。今のもう一回見たら、もう一回見ますか。じゃあ両チーム代表者の二作と最後見させていただきたいと思います。1-1。そしてあ、じゃあ 1P 側押し切りですけ、 2P 側海原大吾、じゃあ最後の勝負決めてくれ。同じカード、同じカードは2先。ルールは2先です。なので、2戦取った方が勝利とさせていただきます。ほんと、なんか俺はね最後まで紛れるね。さあ 1P 側押し切りですけ、 2P 側海原大吾のパイロン。先ほどは押し切り先生が取っておりますが、梅原の逆襲あるのか。中段から連続技、飛び道具、しっかりダッシュ温泉を崩していく。いやー現役やるね。終わってるやつ。さあ現役だよ押し切りですけ。しかし思い出した梅原くんはめっちゃ強いんでね、思い出す前に、思い出す前に交代。さあ飛び道具、梅原まず一歩選手。あれ回転だよ、ウリームか。いや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 、さあ上原選手の思い出しが完了してしまう前に何とかしたかったが、ここはパイロンまずは1本取っていく。紛れに紛れて、エキストララウンド、チームアイスパーガール VS チーム上原、なんと1-1からのポイント同率からの、エキストララウンドとなっています。ワンピーカーは押し切れないですね。2ピーカー上原大吾のパイロン。さあ梅原君が非常にクレバーですね。中段から大パンチ、飛び道具放ってダッシュで近い6攻め。嫌がる動きがあるこのバンパイアハンター。さあ体育大パンチ、タールブリードは押し切り。あーどうだこれ、上位ごめんなさい。体育1-1。ワッカワッカワッカ、これ2本もあんじゃねえかよ。どうやって忍ぶんだろう。伝説のパイロンに食い下がる押し切りレンスケ。いいよ飛び止め、ミサイルから集団コバソタック通っていくのは押し切りレンスケ。いや威圧がやべえ。アイスカーガール梅原か、勝つのはどっち。ザックから帯びてある、飛びが通って投げ、さあ置き攻め。いや梅原選手こういう時強いんだよね、この動き。投げてさあこの起き上がり、チェーンで返して飛び道具、体力同じぐらい。中段からさあ起き攻め返した。おい危ねえ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 、ナイスカード。危ねえよ。やばいやばい。さあ起き上がり、ここへ寄せていく。ダッシュ温泉、まずは一先梅原。最後温泉だね。さあ二先となっておりますので、じゃあもう一試合お願いしたいです。押し切り先生は飛ばない、はい、さあこれでもね梅原さんの本当に強かったかなパイロンな、少年のようにまさに若きビースト、もうおっさんたちから100円玉かつあげしていく梅原君のこのパイロン、あの伝説のパイロン今蘇る。さあまず一先、でも現役勢の押切先生負けたくない、なんとしても現役の強さ梅原、相手がビーストでも、相手がビーストでも分からせない。さあ置き攻め、やべえなこの動き、どうなってんだこれ。さあ飛び道具、さあ体力リードしてるのは梅原大吾。さあ攻めたいが攻められない、ちょいレーザー梅あるよ。梅原が取る。いやー思い出してきましたよね、本当に梅原さん。あーめっちゃ強かったんだからね。さあここ飛び道具集団返してチェーンコンボ、夢をつなぎたいチームハイスパーガール。やべえ超強い。なんだそれ勝利。いや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 、もうすごいですね、ありがとうございました。というわけで、先生がもう今そのすごいダメージ受けてますけど、
一旦先生こっち来ていただいて、これで、あれかん、そうですね、宮原さんが、じゃあ、一勝一敗ではなく二勝ゼロ敗、一勝ゼロ敗ですね、ということで勝ってしまったような流れになってますけど、はい、ちょっと、うん、X、そしてハンターと、はい、対抗戦終わって一言いただいてよろしいですか。いやすごい感慨深いですね。やっててすごい楽しかったです。負けてしまいましたけど、でもまあ負けて悔いなしと。なるほど、まあ、でもすごいいい試合です、ね、本当ですか、はい、ありがとうございます。宮原さんもこの2タイトル対抗戦を終えてちょっと一言いただいてよろしいでしょうか。いやなんかすごい懐かしくて楽しかったですね。懐かしくて昔のゲームセンターに通ってたことを思い出しました ね、 したたいね、はい、楽しかったです。いや梅原さん本当に当時パイロン使って強かったですけども、押切さんも負けてなかったんじゃないかななんて思いつつ、はい、というわけでね、はい、本日、うん、チーム、ハイスコアガール、そしてチーム梅原と、対抗戦やってきましたけれども、なんと結果は、はい、梅原チーム優勢、はい、2勝0敗ということで、惨敗ということで、惨敗ということで、はい、このまま終了を迎えることも、はい、できるんですけど、ちょっと敗者チームさんこのままでは終われないです、ね、はい、悔しいですよね、はい、すいません、じゃあ、はいはい、ラスト1戦延長マッチとかやっちゃっていい感じ。延長マッチラストで勝った方が勝利で、またすごいお決まりのやつですか。そこも昔なんですか。スリーポイントですか最後。そうですね、なるほどザワールド的な最後1億点みたいなみたいな感じで、申し訳ないんですけど、大丈夫ですか。まあ僕ももう大人のルール大体分かってきたんで大丈夫です。じゃあすいません、ありがとうございます。梅原さんが了承いただいたということで、いや梅原にこんなにね茶碗を、なるほど、茶碗をこうちょっとやらせていいのかとちょっと、申し訳ないですけど、ありがたいですね。そうですね、ありがたいですね、ありがとうございます。というわけで、ありがとうございます。でラスト一戦については、両チームのリーダーである押切さん梅原さんの直接対決で、まあ白黒つけるということなんですけれども、せっかくなんで、そうですね、押切さんの、はい、好きなゲームを、好きなゲームを選んでいただければ、はい、そうですね、すごいですね、すごいです、すごい、スリーポイント対決なのに、スリーポイント対決なのに、おしきさんと好きなゲーム、男らしいコメントをいただいてからの好きなタイトル、なるほどね、はい、まあ、僕の勝てるゲームということで、大丈夫、はい、視聴者の皆さんの見たいタイトルよかったら、言っていただければ、見たいタイトル、はい、見たいタイトル、サムスピかな、なんだ、サムスピ、セーバー、セーバーかな、サムスピわかりやすい、限定とまで、限定とまで、ゼロ通か、なんだ、わかんないです。何出してもチーム梅原は強いですからね。そうですね、モンスターもありますね。そうです、キングオブザモンスター、サムスピ、僕が勝てるやつで、レインボーとか書くなよ、はいはいはい、レインボーや、レインボーちょっとやばいですね、レインボーだ書くなよ、カプコンに怒られますね、セーブは、レインボー激アツですか、ね、金門多いですね、もう多いですね、バーニングライバル、はい、知らねえよ、バーニングライバル、ジャンケンと、ジャンケン、ワニワニパニック、ねえからそれ、ワニワニパニック、ああなるほどなるほどね、全員やってましたから、全員やラストブロックス、そうですね、ないよ、いやまあでも、はい、僕はまあゲームがやりたいですね、あのゲーム、さあじゃあどんなゲーム、じゃということでじゃあ押切先生。最後の試合を、そうですね、最後のタイトルを、タイトルを選んでいただいて、はい、僕の大好きな怪獣同士が戦う、キングオブザモンスターズ、了解いたしました。最終マッチはキングオブモンスターズで決定したいと思います。じゃあね、最終マッチに行く前に一旦対談コーナーを挟むということなんですね。そうですね、ですね、後ろの皆さんちょっと一旦行っていただいてすいません。じゃあこの後、押切先生と、はいはい、梅原さんの対談コーナーがあるということなので、よろしくお願いします。30年ぶりぐらいにやりますね、キングオブモンスターズ。確か2もありましたよね。あります、あります。で、2も押切さんうまいです、ね、あ、そうなんですね、知ってますけれどもね、ありました、一応やってた1の方で、はい、でも、皆さん、梅原さんがやるキングオブモンスターズが今後、この後見れると思うとね、うん、なかなか胸熱かなと、そうですね、梅原のキングオブザモンスターズ見てみたいですね、そうですね、見たいですよね、うん、というわけで、押切レンスです、押切レンスケクロス梅原大吾緊急対談企画、余すことなくゲーム漫画の魅力を伝えたいのコーナーです。拍手すいません、なんか本当台本見ながらなんかね配信出ちゃった感じなんですけどね、
今回ハイスコアガールと梅原ファイティングゲーマーズ発売記念という形でお届けしていますけど、このコーナーでは両作品について押切さんと梅原さんにお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最初にお二人、私からお二人質問です。お互いの漫画で一番印象に残っているシーンを教えてください。押切先生には漫画梅原の中で、梅原さんにはハイスコアガールの中で一箇所ご紹介いただければなと思いますのでお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、何か、うんうん、あ、これですね、はい、これがあるんですけど、うん、これが僕の中で一番梅原の演出ですごい好きなんです。梅原さんの漫画の中で演出上好きな、そうです、あのシーンとか。え、これはどういった、なんかエアロシティからすごいのが飛び出してますね。僕はあそこにいる大貫さんなんです、ね、大貫さん、あ、なるほど。大貫自身を、ね、打ち抜く、打ち抜くと、そうです。この演出がまたすごい肉肉しいですね。肉肉しい。このシーンが一番好きであると。そうです。でも梅原さんどうですか、ハイスコアガールのなんか一箇所。まあこれで今テロップしましたけど、梅原さんはこのシーンが好きということなんですか。はい、ここが一番なんか良かった、自分的には好きですね。このシーンというか、このシーンが、このシーンというか、このコマってわけじゃないんですけど、この RPG スクールを作るっていうか、その作って渡すっていうのが、その演出が、あ、すごい良かったなと思いましたね。ありがたいですね。お互いがお互いの番号やはり、熟読者、まあ、ゲーム好きですからね。そうですね。そうなんですよね。まあ、この RPG スクールで、ゲームを作ってるシーンが梅原さんが好きということなんですけどもね。ちなみにあのハイスコアガールって、はい、結構まあ言っちゃうとラブコメ要素もあるじゃないですか。そうですね。はい、梅原さんって、いや、かっこいいじゃないですか。結構ゲーセンでこういうラブコメあったりしますか。いや、ゲーセンでラブコメ、ラブコメって、まあ、コメはないですけど。でも、なんか、こう、出会いあったりとか、ないですか？いやー、なかった。いや、だから、今の時代だったらあり得る、もっとあるのかもしれないですよね。あー。でも、当時は、こんな、このハイスコアガールみたいな、その、可愛い子がゲームセンター来て、すごい、こう、入り浸るってなかったんで。割と殺伐としましたね。してましたね。ね、そう。4人禁制でしたね、昔のゲームセンター。女は来るなと。そうです。というような感じで。じゃあ、梅原さんにはラブはなかった。ラブコメはなかった。ラブコメはなかった。ということでね。じゃあ、続きまして、事前にお二人よりお互いへの質問を用意させていただいているということなので、それぞれ本人にぶつけていただきたいかなというところなんですけど、うん、大丈夫ですか。はい、はい、はい。じゃあ、押切さんから梅原さんに質問ということなんです。質問ですか。はい、あ、そうですね、まあ、漫画家は、まあ、家で漫画を描くのが仕事なんですけれども、はい、梅原さんは朝起きてまず一番最初に何をするのかすごい気になってるんですけど。あ、朝一、ね、朝一は散歩ですね。散歩をして、散歩して、散歩しないとなんかあんまり頭がこう起きないので、散歩して頭が起きてきたなと思ったら、はいはい、もうそしたらその後はゲームですね。あ、なるほどね。運動をするという運動をすると、あ、他には何かあります。そうですね、格ゲー以外で他にゲームとかやられることはあります。テトリスは結構やってましたね。 あとは RPG が昔好きだったんで、はいはい、その名残で、うん、なんていうんですか、大きな大会が終わって、うん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 、こうなんか調整が入る前とかの、はいはい、この空白の期間は、うん、結構新作の RPG をやったりします。 RPG は上手いんですか。上手い下手あるんですか、 RPG か。あ、かもしれない。早くクリアできるとか。あ、でも、いや、早くクリアしたくないタイプなんで、結構じっくり遊ぶ、より道しますね。なるほどね。そんな感じで、大丈夫ですか。じゃあ梅原さんから押切さんへ何か質問ってあります。質問、あ、でもやっぱハイスコアガールの話になっちゃうんですけど、はい、改めてその、まあ、今回、まあ、こういうイベントがあったんで、うんうん、改めて読み返してみたときに、ゲームセンターあるあるとか、うん、その当時のファミコンあるあるみたいなのがすごい細かいじゃないですか、アイスコアガールって、うん、で、読んでると当時、まあ、同世代なんで、はいはい、あ、こんなんあったなって思い出せるんですけど、うんうん、読まないと多分一生思い出さないだろうなみたいな あるあるがめちゃめちゃ多いんですよ。そうですね。で、あれってもうだって20年以上前じゃないですか。前ですね。それなんであんなに事細かに散りばめられるのかなっていうのがすごい気になってましたね。僕はあんまり勉強ができなくて、うんうん、頭の中ではやっぱ勉強はできないけど、はい、まあその遊びの部分に関してはすごい頭の中に
残ってるんですか？はい、すごい今でもいっぱい残ってる。多分それがこう強く出ているんでしょう、ね。なんかそのゲームセンターのあるあるって、まあ、本当に上原さん言ってた通りに、その本当に日常すぎて忘れちゃうんですよね。うん、そうですね、うん。忘れますね。まあまあまあ、ね、ゲームセンターの思いますよ。それをこうメモしてるわけじゃないですか。メモしてるわけではないですね。常にこう、なんかその鮮烈に印象に残って、まあまあ、そうですね。成長してきてしまったみたいな。そうです。いいことも悪いことも全部覚えてますね。なるほど、なるほど。うん、他に何か質問ありますか？質問、そうます。なんかあのディテールの細かさはまあまあ聞いてみたいなってのありましたけど、それこそ女性問題聞いた方がいいですよ。女性問題、ああそうありました、いたんですか？いや、あるわけないですよ。あるわけないですよ、ね、あれはやはりハイスカーガールはファンタジーってそういうことになりますね。あ、なるほど。完全にもう作り話なんで、したかったみたいな。そうです。あったらいいな、あったらいいなっていうことはないかもしれないですけど、はい、まあまあ商売ですからね。そういうこと言わないそういうこと言わないってことでね。わかりました、ありがとうございます、でこのコーナーの締めとして押切先生、まず漫画の梅原せ、あの梅原さんの漫画のここが面白いという部分をエールを送るという意味でまず語ってもらいたいんですけど、エールを送ると、はい、ああそうですね、なんだろう、その質問聞いてなかったな。僕も今ここ見てびっくりした。あ、なるほど、まあでも同じ格なんだ、アーケード格ゲー漫画ということなんで、まあいろいろ精通してるところもあるんでね、はい、今ゲームセンターがどんどん盛り上がればなと思っているんで、お互い頑張りましょうということで、はい、ありがとうございます。じゃあ梅原さんからハイスコアガールのエールというか、して一言いただいてください。いやもうやっぱ読んでてすごいここが魅力だなって思ったのは、うん、あの主人公がなんかその理想のゲーマーみたいな感じなんですよ、はい、ゲームに対してめちゃくちゃこう紳士っていうか、はい、ゲーム大好きでゲームに対して真剣なんで、当時のそういう人たちってどうしてもこう自分のやってることに疑問を持ちながらやると思うんですけど、はい、ハイスコアガールの主人公はなんかその本当に周りを、いや俺はこれをやるんだみたいな、すごいまっすぐ、生きてるのがすごいかっこいいなと思って、だってこんな可愛い子たちがなんか、ね、寄ってきてるのにそれでもまだゲームじゃないですか。めちゃくちゃかっこいいなと思って。そうですね、普通折れますよね。普通妥協するところでもゲーム一筋なのがやっぱ読んでて気持ちいいっていうか、理想の姿がありますね。ちょっと注目して読んでいただければ。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。なおこの後16時よりね、高田馬場の駅前の書店、法輪堂書店さんでね、梅原さんのね、サイン会が実施されるということなのでね、ここにいる皆さん、そしてお近くにお住まいの視聴者の方はぜひ、梅原さんのサイン会に駆けつけてみてはいかがでしょうかというところなんですが、今日はですね、それとは別にですね、本日は視聴者の皆さんに素敵なプレゼントをご用意していただけているようです。押切先生、プレゼントの、ご紹介をよろしいでしょうかということなんですが、はい、プレゼントだよ。これまだ書きかけですよね。書きかけ。お、色紙だ。色紙ですね。こっちの部分に梅原さんのサインが。お、あ、こっちか、こっちか。はい。押切さんと梅原さんのサインが、ここに収まる、収まるみたいな、サイン色紙となっておりますけど、うん、これで今サインもらっちゃう感じですか？ああ、なるほど。じゃあ梅原さんすみません、サインいただいてよろしいですかね。はい、はい、これ普通になんか俺も欲しいな1枚。あ、後でもらってください。ここら辺に書けばいいですかね。ちょっと小さめに書きます。はい、あ、それも、ああ、おー、すげえ、かっこいい。上原さんからじゃあサインもらいます。ありがとうございます。じゃあもう一枚あるそうです。はい、この梅原押切先生コラボ色紙。そしてもう一枚、おすごい、あれだ、梅原さんの漫画の、はい、そうですね、お姉ちゃんの、お姉ちゃん、はい、そして押切先生と別のこの梅原さんの漫画の、色紙業者のサインが入っているという感じになっておりますけど、こちらをこちらを、うん、こちらへ、ツイッターから、以下のアカウントをフォローしてくれと、でハッシュタグをつけて漫画に関するツイートをしてください。2月28日、締め切りで、ツイートを募集します。当選者の方へツイッターの DM より、当選のご連絡をいたしますので、よろしくお願いしますということですね。あ、今ありましたね、あの漫画の、ハッシュタグ梅原 VS ハイスコアガールでハッシュタグつけていただいて漫画の感想をツイートしていただければと思っております。
で、抽選で選ばさせていただいて、こちらの三色紙2名ですかね、ということはね、2名の方にこちらの感想をいただいた2名の方に抽選で、こちらの色紙、梅原さんと押切さんの、サインがもら、入った、色紙をプレゼントさせていただきたいと思いますので、ガンガン、ハッシュタグ、ハイスパーガール VS 梅原で、感想を書いていただければなと思っております。よろしければ、ご参加よろしくお願いします。アカウントフォロー後ツイート、アカウントをフォローしてそのツイート、これ簡単ですからね、皆さんどんどんやっていただければなと思っております。2月末の、投稿、受付となっておりますのでよろしくお願いいたします。はい、というわけで大丈夫ですか、大丈夫ですか、大丈夫ですね、はい、大丈夫ですかね。当選者の方へはフォローいただいたアカウントから DM にてご連絡させていただきますということなので、皆さん振ってご参加ください。よろしくお願いいたします。はい、というわけで、以上をもちまして押切レースケ VS、梅原大吾緊急、対談企画、余すことなくゲーム漫画の魅力を伝えたいのコーナーでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ですね、というわけで、はい、じゃあ、決着つけますか。そうですね、決着ついてるんですけどね。いやいやいや、ついてるんですね。もうさっきから不穏な音楽が流れてますからね。不穏な音楽流れてますからね。いよいよゲーム対抗戦も大詰めを迎えました。最終対決ゲームはキングオブモンスター。視聴者の皆さんね、このゲーム知ってるかどうかわからないですけど、わからないままいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、というわけで、チーム梅原バダスチームハイスコアガール最終戦始めたいと思います。はい、ワンピー、ツーピー、どっちでもいいと思います。どっちでもいいですね、じゃんけんして、ワンピー、ツーピー、どっちでもいいね、決めていただいて。ワンピー、ツーピーだけ決めますか。最後のルールだけは、あの勝ち抜き戦とさせていただきたいから。ツーピーでしょ。時間の関係で勝ち抜き戦とさせていただきたい。勝ち抜き戦、勝ち目何だ。お二人がやりたいかやりたくないかで、じゃあやりましょう、やりましょう。キングオブモンスターズで決着つけてください。6キャラいて、まあ、梅原さん、岩のやつ、そして川村さんが遊ぶ全部違うよ、これ嫌ですよ。そうですよね、川村で、川村で、川村どうしよう。やったことあるのが非常に不安なんだ。あ、じゃあ、ハイタンです。押切さん、ハイタンです。了解です。確かに。じゃあ、金入れるまで分かんない。チームハイスカーガール、ハイタンに。チーム梅原。河村。じゃあ、お願いします。どんなゲームか分からない。ボタン押さないと分かんない。うるさい。分かんない。どうなんですか。やってみないと分かんない。ボタン押さないと分かんない。分かんないゲーム、すごくないですか。どれだろう、これの可能性もある。タイトルだけですよ。多分ね、ミカド ABCD の可能性がある。やばい、あいつ教えてくれてる。やばい、やばい。早く、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 あ、これです。これ、プレイヤー VS、これ、これです。右のやつ。いや、ハイタに、押切先生のアドバイスを受けながら、ワンピガは、何選ぶか。同キャラ、これ同キャラできねえのか。できます。だから、それ、そっちでうまくやってください、同キャラの時から。さあ、先に選んだ。あと4秒、あと3秒、3秒、3秒。3秒、はい、はい。同キャラ、同キャラ。ワンピー側、相手に 2B 側、川村。あの、茶色い方が川村さんです。さあ、まるで、あのね、昨年大ヒットしたシンゴジラ的なシチュエーション。体重同士のプロレスゲームになってます。サスカッチ、サスカッチと KO していく。あ、プロレスです、プロレス。ハメ、ハメできた。ハメ。さあ、ハイタニ、おそらくやっていないこのゲーム。ビルに蹴りを入れていく。相手はビルではないぞ。800点。点数なんだ。あ、それ、なんか、新幹線壊しましょう。掴んで、お、フィールドにはこのように制限があるわけですね。なるほど、なるほど。さあ、スライディング、スライディング。このゲームガードあるんですか。あー、これやばいですよ。ハメ、ハメ、ハメ、ハメですよ、ハメか。スライディングでハメていく。起こして、ロープに振った。ロープあるのか。あ、返した。あれ、ハイタニ君うまいですね。さすがですね。お、スライディング覚えた。河村はスライディング覚えた。うまい、うまい、重ねうまいよ、重ね、重ね。おお、なんだその電気。さあ、小木攻め、スライディング覚えた。さあ、体力リード。吐いたり。そうですね。なんだその。さあ、距離を取る。どう攻めあぐねて、なんか攻めあぐねてる感じ。あ、いいですね。やってることは両者とも同じですよ、これね。スライディングを狙っていく。
あれ、あ、打撃戦になった。ジャンプしたが、スーラースカって殴り合い。あ、ダウンした、ダウンした。あ、板にスライディングを重ねていく。あ、これやばいじゃないですか。いきますよ、敵がね、スーラー。おお、バウンドして東京タワーの下へ。あ、食らって掴んでファールドライバー。なんか出た、なんか出た、なんか出た、なんか取れ、取った。なんかよくわかんないですね。おお、フォール。あ、返した返した。さあ、体力リード。そうか、体力ゲージというよりも最終的にはフォールを奪わなきゃいけないですね、このゲームね。スライディング、動かしていく川村。時間やばいですね。さあ、じりじりと追い詰めたいところ。そんなに白熱しない。あれ、当たってない。ジャンプしてスライディング。ああ、やっぱりハイタイ君、あのあれでね、コツをつかむのうまいね。ロープ振ってスライディング、当たってる。当たってない。ジャンプしてスライディング逃げる。残り24秒。さあ、全くプロレスをしないこの2人、全くプロレスをしない。もうこれ最後だろ。やばいやばいやばい。ゴールの体勢か。いや、打撃戦。ダウンしてゴール。あ、いや、セット。スラで動かして、残り2秒。どうなのこれ、どうなのこれ。投げた、ボディスラム。タイムアウト。お互い終わっちゃったけど、お互い負けです。これお互い負けです。両者失格。はい、ありがとうございます。じゃあ2人目での勝ち抜き戦ということ。なんだよ、両者大丈夫だよ。 A ボタンを押す。そうするとダウン、ダウンが出てきて、床のワンピース、そして 2P が大抜き。なんだこの絵は、シュールだな。チーム部分がなくなったら、もうあとはもう ダウンしたるところに A ボタンを押したら、カウントが取れる。申し合わせたようなタイムアウトで、2人目が出てくる。 1P 側、チームアイスカーガール、ユーカーだ。 2P 側、チーム梅原。大抜き、なんで同じキャラなんだ。また同じ。ああ、ユカノンがこの、あ、同じキャラ行けないんでしたっけ。あ、大丈夫です、大丈夫です、全然いいです。いわゆるあのゴジラ的な感じの体重、ユカドン。そしてまたこの何ですかね、こいつ、ザザン的な、泥的な体重、大野君となっております。さあ、掴んで、あ、いや、殴り合い。プロレスゲームなのに全くプロレスをしていかない両者。さあ、ボディスタンプ壊していく。ユカドン投げ、さあ、また打撃、打撃、焦点ダメージ当たって尻尾攻撃。お、ネットハンギング3。そしてパワーアップアイテムあれだぞ。それとどうなるんだ、よくわかんないですけど、取っていく。また投げられるんスライディング。それが繰り返しすぎる。ビールが壊れる。非常にミニチュア感がある。箱庭感が非常にいいですね、このゲームね。さあ、緻密な背景をボコボコと壊していく感じ。さあ、起き上がりにスライディング。こういうところはね、大貫君や、やっぱりあの浜田さんとそうでしたけど、うまいですよね。コツを飲み込むのが早いですよね。さあ、起き上がりに、やったことないゲームでもこのスライディング強いんじゃないかと、いろいろ試していく、実戦の流れ試していく両者。いいね、いいね。さあ、ダウン追い打ち掴んで、ネックハンギング。さすが押切先生がアドバイスを教えてる感じですね、これ。もうちょっと真ん中、ね、ユカドン選手が非常にいい動き、大ダメージを取っていく、掴み投げ。そしてパイルドライバー、返していく、アップアップだ。取っていく、ね、あの、これも何が変わってるのかさっぱりわからないですけど、取っていく。なんか種類で、スライディング、ジャンプで拒否る。あんま対戦だって意味ない。さあ、スライディング、軸移動を生かして避ける。さあ、ダッシュ攻撃はこれは全てのキャラにあるっぽいですね。さあ、お、なんだかんだで大野くん体力リード。プロレスをやらず打撃で攻める UWF スタイル。さあ、起き上がり、どうすんの。おー、何それ何それ、殴れる、寝てるやつ殴れる。あ、持っていく。あっと返した、ゆかどん。さあ、起き上がり、ダッシュ攻撃ではめていく。あ、なんだなんだ、フィールドには制限がある。端っこに行くと、あのように電気を食らってしまうような感じですかね。さあ、掴んで、噛みつき。あれあれあれ、さあ、体力お互いないけど、ボールの体勢どうだ。カウントが入る。あ、返した、カウント2。噛みついて、さあ、ボールの体勢、ボール抜き、返せるか、どうなんだ、返した。将来カウント 2.9 で盛り上がる。ボールの体勢、俺
歩き。おいあと1回やったら多分殺されるんで。なんだよこれ、いつまで。さあ残り34秒どうしてくれんだよ。さあ今度俺の番だと。どうやるんだと。どうやったら俺はホールできるんだと。森木選手がいろいろ試していく。近くで。あーそれやばいじゃねえの。ホールの体勢引き分けにしろ、引き分けにしろ。スースー、やばいやばい、勝利。じゃあチーム梅原、チーム梅原大将、梅原大吾出てこい。でもこれ立ち抜きだから俺が負けたら。あーこれやばいですね。じゃあ、ゆかどさん、プロレスで負けていただいて冗談ですね。じゃあ、ゆかどん VS 上原さん、じゃあ始めてください。勝ち抜きルールとなっております、二先ではございません。肉メスでも面白いですよ。カブトムシ、ガチでゆかどんが破ってしまうのか、梅原選手、それとも梅原選手、ソリッ、ビーストですからね、リアルビースト、梅原。そう、なんかカブトムシっぽいのがゆかどんさんで、梅原さんがこのゴーレムっぽいやつですね。ダッシュ攻撃がまさにリアルビーストを見せつけていけるか、梅原大吾、頑張ってほしい。やったことないゲームとか、自らのストリートファイターの努力でここまでいけるんだというのを視聴者に見せつけたいところ。ホールの体勢、これ終わっちゃうの。ああ、いや、返しましたね。さすがに返した。さあ、つかんで、殴り合っていく。パワーのゲージが黄色い。黒ビーム絶対に梅原倒せない。プロの動き、なんでも殴り負けんの。投げる。さあ、ラリアット。お、なんか微妙な距離感から殴り合って耐えるフリード。殴り合いの体勢だ。さあ、いわゆるこのカブトムシはメガロ的なね感じの体勢になってますね。さあ打撃、非常にリーチが短いように見える梅原、連打で勝っていく。さあボール体勢。あれ、梅原さんこのゲームやってるんですか。ああ返した。カウント1にも満たらなかった。ラリアット近寄って、あーラリアット。さあウエスタンラリアット、ビーストのラリアットが入っていく。さあ起き上がり、飲み込みが早い。プロゲーマー、さあ返して、なんとかゆかどん選手を破って大将戦へ持ち込みたい梅原。もうすでにハンター X だった、2勝してるんだよ。あー疲れてる。まかわらず最後泣きの一戦となっているこのキングオブモンスターズ、押切先生指定のタイトルとなっております。さあ投げて、負けた上で指定して、この人負けるわけにはいかないよ。チームアイスカーガール。さあ投げる投げる。いいボディスラム。追い打ち追い打ち。ラリアットのおかげで、ラリアット。あれ、うまくね、やってたの。やばいやばい。あ、逃げる逃げる、ゆかど逃げる。あ、自爆自爆。それよくね、それよくね、それいっぽい。危ない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 。追い詰めていく。さあ殴り合いからのからの追い打ち。もうちょい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 殴った。ホールのタイミングを伺っているチームウェアラ。あ、返した。運ゲーじゃねえかそこ。下段のか。ラリアット弱い。ラリアット弱い、負けますね。それの、あー殴り合い、これ微妙。よっしゃ、これいったろ。ホールの体勢、ウェアラがホールした。あああ、投げた投げた、まだいけるまだいける。さあパワーアップ、これビースト負けるわけにいかないですよ。さあこれ3戦目勝った方が勝利ですかね。ああ梅原がこれの体勢で追い詰め、分かる、バーチャーかい。カウントは返した。まだ分からない。ラリアットお互いダメージ。あ、これやばいじゃないの、梅原さん。大丈夫ですか。やばいやばい。あー、ゆかどん、これ返せるか、梅原。これ、これ、いけた。投げ捨てる。邪魔だな、お天気。やべえ。ゆかどん、これ、梅原返せ。どうだ、返した。あー、いける。バックブリーカーから、ボール、いけるの。いいのか。ボールの体勢、梅原カウント。おお、危ねえ危ねえ、40秒残り。リーダー、リーダー、リーダー、ジロアイスカガール大将、押切レスケ、じゃあ試合の方お願いします。いや、指が痛いよ、これ代わりに誰か連動してるよ。
連打必要でしょ。しないとさあ結局はこうなった。ワンピー側チームハイスコアガール。ハイスコアガール作者押切蓮介。スーピー側梅原大吾。じゃあ試合の方お願いします。いやめっちゃ飛んだけどな。さあ泣いても笑ってもこれが最後となりますが、ワンピー側ゴーレムっぽいやつが、押切さん、そしてこのまさにビースト、この猿っぽいやつ、これが上原さんですね。さあ、視聴者の皆様にお伝えしなければいけません。押切蓮介はこのゲームめちゃめちゃやり込んでおります。あの梅原くんでもこれはちょっと非常にまずいてる。なんか使うんだ、投げた。やってるアピール、できるアピールして押切蓮介。やばいやばい、なんだ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 、やばい。梅原がやられる、危ない危ない。梅原逃げて。さあ押切蓮介、俺が一番やり込んでるんだと、さまざまなテクニック駆使していく。もう悪っ。いやでも梅原くんね、やっぱ言うても梅原くんですからね、頑張ってほしいですね。ビーストあーなんか持ったぞ、なんか持った、投げた、避ける梅原、ダリアットが刺さる。さあ追い打ち。いや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 、なんだよこの見せ目、打ってほしいですね。あ、返した返した、いろんなね、あ、ナイス、何何何、あ、掴んだ掴んだ、投げ捨てる。さあ相手も取っていく、キックから、あ、ロープ、あっとここはダメージ殴って、ジャンプで逃げる押し切りですけ、あ、いいよ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 、じりじり体力削っていく梅原大吾のこのディースト。まあいろんな人たちにね、夢と希望を与えてきた梅原大吾、ここでもどんなルールでも俺は戦えるんだと、押し切りレースクを破りたい。さあここで近寄ってダッシュ距離取る。さあ、あ、いいですねいいですね、あ、ありがとう。なんだ、起き上がらせてシュミット式のバックブリーカー、さらにもう一回なんかパワーアップがいっぱい出たぞ。フォールの対戦、ピースト梅原返せ、大丈夫か、返した、まだ生きてる、まだ生きてる、大丈夫だ、生きてりゃ安いんです。あ、キック、ラリアット返した。さあ押し切りですけど投げ返る。さあパワーアップアイテムが出るか、フォールの対戦、梅原返せるか、カウント2、危ない、絶対勝ってじゃねえかこの体力さえ。上げられた、上げられた、ダッシュケツ、キック、追い打ち。さあ絶対的に体力リードしているのは押切さんですね。あ、ラリアット、やばいんじゃないの、やばいんじゃないの、大丈夫か、ラリアット、あー、ダメだ、おから起き上がらせて噛みつき、さすがに終わったからの追い打ち、なんか持った、なんか持った、殴った、新幹線で殴るのはダメです、新幹線掴んだ。さあ残り16秒、時間がない、梅原ボールの体勢返せるか、どうなんだ、やったろ押し切り蓮介、あの梅原をもってしてもこのゲームでは勝てなかったか。いやでも夢をありがとうございました。梅原さん選手と、押し切り先生、みんな大きな拍手を。というわけで、じゃあ押し切りさんと梅原さんと、あとチーム、梅原、そしてチーム、ハイスコアガールの皆さん、じゃあ壇上にじゃあお願いしたいかなと思います。というわけで結果をお伝えしたいかなと。というわけで格ゲー漫画対抗戦勝利チームはチームハイスコアガール。おめでとう。最後の戦い本当に必要だったのかなっていう感じは若干しつつも、ね、そうですね、ということでね、うん、じゃあそろそろね、お別れのお時間ということでね、本日戦っていただいた皆さんに一言ずつ、コメントいただきたいかなと。じゃあ、灰谷さんからまたよろしくお願いします。そうですね、まあ昔のゲームを久しぶりにみんなで対戦できてすごい楽しかったなっていうのと、うん、まあ、キングオブモンスターズも初めてプレイしたんですけど、はい、結構僕のキャラが僕好みのゲームだったんですごい楽しめました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあゆかどんさん強かったですね。じゃあゆかどんさん一言お願いします。ちょっと格闘ゲームの方では
恥をさらしてしまいましたが、うん、キングオブモンスターズ言えてねえ一生できてよかったです押し切り先生 の、 あのやり込みと大人げなさを最後に見れてよかったですありがとうございますじゃあ大木さんお願いします。はい、いやもう本当にあの昔のゲームってやっぱりこんだけ騒いで面白い、なんかちょっとバカらしさみたいな、いい意味のバカらしさみたいなのもあって、でなんかやっぱ昔の駄菓子屋とかゲーセンってこうやって騒ぎながら小学生の時とか仲間同士やってたなっていうのをなんかすごい思い出させる企画で、すげえ今日楽しかったです。あの新刊2巻両方ともぜひ皆さん買ってください。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。じゃあ川村さんお願いします。まあ昔のゲームとか結構やれて楽しかったです。で最後のこのゲームちょっとやったらちょっと面白くて面白いなとか思って、はい、ちょっと楽しかったです。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。じゃあ押し切りさん、ちょっと最後に一言いただいてよろしいでしょうか。はい、今日はありがとうございました。こういう機会を与えてくれて本当に感慨深くてすごい嬉しいです。僕は最近このミカドのゲームセンターで未だに遊んでるんですけれども、すごい今漫画の支えになっています。はい、でこれからもこのミカドに支えてもらおうかと思ってます。はい、今年ハイスコアガール、7巻が無事出せて、はい、すごい感慨深いです。いろいろありましたけれども、はい、で目原、の漫画とハイスコアガールおよび、その2つ両作、はい、これからもよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、みんな拍手。じゃあ最後ビースト上原さんにじゃあ一言いただいて。あ、そうですね、なかなか普段ではないイベント、なんかこういう昔一緒にゲームした友達とあの昔のゲームで遊ぶっていうのはすごい貴重な機会だったので、まあ、ぜひ8巻が出る際にはまたやっていただきたいなと思いました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。上原さんに大きな拍手を、ありがとうございます。私イベントを終えてしみじみ、思いましたけれども、アーケードゲームって本当に素晴らしいかなと、こんな素晴らしい魅力を詰まった作品を、最後に、もう一回アピールさせてくれということなんでね、灰谷さんと大貫さんでちょっとお願いしていただいてよろしいですかね。両コミックに対して、はい、ハイスカーガールなんですけど、アーケードゲームとそのラブコメっていう多分一番なんか相反するものをでこう題材にしてやられてる漫画 でそれがどっちもすごい面白いっていうのは本当に僕的には衝撃だったなと。ゲーム好きな人でも楽しめるし、本当にラブコメとしてもすごい楽しめるんで、特にこの7巻、まあ、皆さんまだ読んでない人いるかもしれないですけど、もうすごいことになってるんで、日高がもうすごいことになってるんでまだ読んでない人はぜひ7巻買ってください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では、おみきさんアピールお願いします。はい、こちらの梅原漫画なんですけど、実はラブコメ要素は一切ないんです。そこはすみません、本当すみませんですけど、そのゲームセンターにはもちろん昔行ってた人っていうのは多分ガチで全然知らない人相手に絶対こいつ倒してやる、そのもう倒すがちょっともう尋常じゃない感情みたいな、あ、はい、で実はすごいこの梅原漫画の中には本当は人の良さそうな感じしててもお前腹黒いんだろっていうのも全面的に書き出されてるところ、実は自分のところに自分にもそういう闇あったよね昔みたいなのが再現されて、それに俺と川村君は相当使われてるんですけど、はい、それで今日もですね、その体制の中でそういう完全に勝ちに行く梅原のエッサガットとかね、ああいうところがこっちの梅原漫画という感じの出し方でかなり作品に合った出し方ができたんじゃないかなと思います。これからもね、もう梅原がまあこれからどんどんプロになっていくところまでまあ見たいなっていうのがすごいあって、僕もまで1、2巻で登場させていただいて、これからちょ僕も再登場期待してるんで、ぜひこのまま読み続けていただければと思います。本日ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ぜひやってください。いやー、灰谷さん、大貫さん、熱のこもった PR ね、誠にありがとうございました。どちらの作品もね、ゲーマーにはマストバイな作品となっておりますので、ね、ハイスコアガールでキュンキュンして、梅原ファイティングゲーマーズで闇を、あ、違いますね、熱い気持ちになっていただければなと思っておりますけど、漫画を読んで高まった後はね、ゲームセンターに行ってゲームしていただければ、非常に、帝の店長として僕は嬉しいのでね、よかったら帝で、対戦とかね、シューティングゲームとかいろいろありますけれども、待ってますよということでよろしくお願いします。というわけでございまして、
大丈夫ですかね。以上をもちましてハイスコアガールバーサスベアラ、格ゲー漫画対抗戦以上終了。ありがとうございました。長時間お付き合いありがとうございました。この後梅原さんの4時からホールインド書店で、再開がございますので、よかったら皆さん、参加よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。